どうも、今回は2014年5月25日に行われたストライキングチャレンジに挑戦してきた時の様子をアップします。前回、前々回の試合を経験して、今回の課題は蹴りと呼吸です。それでは試合の様子をご覧ください。どうぞ。ここら辺めっちゃ
定負けです。今回の試合は相手の攻撃をいなして蹴るという試合をしたかったのですが、ただだらだら下がって単発のローキックを返すという内容になってしまいました。そのため印象も悪かったですね。今回の試合を経験して次回の課題は1呼吸、2出入りを素早く、3パンチと蹴りを混ぜた連打、この3つを意識して練習しようと思います。前回前々回の試合が気になった方は説明文にリンクを貼っておくのでチェックしてみてください。それと試合に関すること、練習に関すること、感想などコメントまたはメッセージ待ってます。それでは今日はこの辺でありがとうございました。